サッカーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。まもなくエキシビションマッチが始まります。京都パープルサンガ対ヴィッセル神戸、生中継でお送りいたします。緑の芝に紫色のユニフォームがひときわ映えます。京都サンガ、まずは京都パープルサンガスターティングメンバーをご紹介します。藤吉、武田、ダニエル、山口、貴之、松橋、大熊、西田、野口、平岡、カルロス、森下。続いてヴィッセル神戸スターティングメンバーをご紹介します。石津、ブヤチッチ、渡辺、吉村、高田、内藤、吉村、陣野、ビングリー、江口、長島。さあ、まもなくキックオフです。江口、ダニエル、イエローカードですか。カルロス、助走を取りました。さあ、パスが通った。スピードに乗って突破。大熊、華麗なパスワーク、華麗なドリブルから左サイドに流す。藤吉、ゴール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 。藤吉、ナイスヘッド。サンガ先制のゴール。歓喜の渦のサポーターたち。さあ、気になるシーン見てみましょう。キーパー反応するも及びませんでした。大熊、いいパスだ。ビングリー、奪った。スルーパス、ここからの展開を早くしなくてはなりません。武田、野口、山口、貴之、大熊、つながるのか。シュート、なんとか止めました。大熊、前半終了ですね。サンガリード。吉村、シュート、ゴール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 。長島決めた。ヴィッセル同点のゴール。相手チームはがっくりです。もう一度ご覧ください。
さあ上がってきた。ナイス切り返し。激しい競り合いです。ここはカット。松橋、フォローが欲しいぞ。フォローが江口、ウィングリー、右サイドから長島、これは正面。武田、さあここからミドルシュート、またまたチャンスか。ここでシュート、よく取りました。陣野、山口貴之、波状攻撃か。さあそろそろ決めてほしい。ブヤチッチ、右足でコントロール、事なきを得ています。いい形だ。長島、ホイッスル、延長戦ですね。吉村、パスをつないでチャンスを伺います。当たりが弱いぞ。さてここで奪ってから野口、パスを回してますね。前に出して藤吉、中にいます。ウィングリー、武田、ダニエル、最後のワンチャンスですか。シュート、ここでホイッスル、延長戦前半終了。さあ後半です。ここからの長島、途中でカット。松橋、ダニエル、ザ、カル、藤吉、ここはカット。山口貴之、ウィングリー、おっと危ない。クロスのセンタリング、ロ
スタイム突入。勝負がつきません。 PK 戦です。サンガの一人目は藤吉。確実に決めました。ヴィッセルの一人目は長島。完全に逆をつきました。武田、高くねじ込めました。二人目は江口。逆をつかれた形。ダニエル、さすがに冷静です。ビングリー、山口隆之、神野、狙いが良かったようですね。5人目は松橋。吉村、さあこれを外せば負けです。プレッシャーをものともせず出ます。大熊、次は内藤、慎重に決めました。西田、高田、試合終了。ここまでです。3 PK 戦までもつれましたが、なんとか勝ちを手に入れました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。残念ですね。でもこの試合の模様は今晩7時からの KCE TOKYO ハットトリックにてダイジェストでお届けする予定です。お見逃しの内容をお願い申し上げます。実況担当はジョン・カビアでした。それではまたお会いしましょう。 Everybody Have a nice weekend.